やってやる、やってやるぜ。帰ってきました、このハンニャ野郎、このハンニャ野郎、絶対負けねえからな。いて、いて、いきなりいて。ちなみにこれが2回目のプレイ。1回目では勝てなかったけど2回目なら勝てるだろう。俺は信じてる、俺は信じてるぞ。俺の腕ならいけると信じている。痛い、痛い、痛いよ。うぅ、これやろ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 、痛い、くそ、食らっちゃう、食らっちゃう。痛い、大丈夫、大丈夫、大丈夫、慣れてくる、だいぶ慣れてきてる、だいぶ慣れてるから。2回目で食らしたいな、2回目で。よしよし、いける、いける。ちゃんと弾のところ見よう、よく見よう、よく見れば絶対に当たらないはずだ。痛い、今のどうやってくればいいんだ。あ、前に進んでいけばいいのか、これ。前に進んでいけばいける感じか。痛い、痛い、痛い、痛い。あー、2か。ちょっとこれきついかな。ちょ、1回死ぬ、1回死ぬ。これは戦略的、あれだ。これは戦略的撤退です。戦略的撤退。3回目で、3回目でクリアする。いける。俺はシューティングとか、疎い方だけど、シューティング疎い方だけど、絶対やる。これクリアしないと、次パートが上げれないからな。次パートが上げれないという、切実なんだ。痛い、痛い。いや、いける。絶対上手くなってやる。普通の人がクリアできないと言われたらやりたくなる。そういう、そういう甘じゅの、甘じゅの、甘じゅの、甘のじゃくが言えない。甘のじゃくが言えない。甘のじゃくなところあるよ、俺。が言えなかった、全然。甘じゅの、やばい。ここで食らうのやだな。ここで食らったらやだな。いや、でも難しいと言われたらクリアしたくなるのが男心なんだよな。あ、食らってる。絶対クリアしてやる。絶対クリアしてやる。痛い。もっと避けるのに必死になった方がいいのかな。もっと避ける。ちょっとごめん、死ぬ。4回目。4回目のチャレンジでいく。さて、やってやろう。大丈夫。絶対ね、どの弾にもアンチはあるから。で、これ避けるの苦手なんで、これをちょっと、避けるのに必死になろう。この弾苦手。あ、いた。これ苦手だな。あ、いた。これむずいな。あの紫が一番むずい。あとこれもむずい、地味に。これ避けるので精一杯だな。あ、いた。避けるので精一杯すぎる。あ、いた。くそ、ダメだ。このタイミングじゃないんだな。このタイミングじゃないということが分かった。痛い。よしよし、いい。このカラフルなやつも地味に食らっちゃうな。あと3か、残り3か、残り3なのか。でもあんまパターンは多くないからね、このハンニャ。あんまりパターンは多くない。なので覚えればいける気がするんだよな、タイミングを。そんな多くないんで、パターンは。視野を広く持とう。視野を広く持った方がいいと思う。痛い。くそ、ダメだ。微調整が。あ、今の何？今の何？ちょ、今の何？これ何？これ何？これ避けれるやつなの？避けてるか今。今避けてるのか俺。これ避けてるのか今俺。あ、じゃあ。ああ。あれ避けてたのか俺。あれ避けてたのか。あ、違う。さてと、さてと何回目の挑戦できるかな。絶対クリアしてやる。みんな見てて。これはクリアできるパートだよ。これはクリアできるパートだよ。あ、もう見えた。見えてない。嘘ついてごめん。見えてなかった。見えてないのに見えたって言ってごめんよ。よし。どこ見ればいいんだろうな、シューティングって。シューティングってどこ見ておけばいいんだろうな。うわ、むずいな、確かに。よし、ヒットしてる、ヒットしてるな。
この光の弾ね、結構避けやすいと思うんだ。痛っ。食らってから言うものはなんだか、ちょっと。あ、痛い。くそ。ダメだな。微調整が。頼む。俺にかっこいいとこ見せさせてくれ、みんなに。かっこいいところ見せたい、みんなに。見せたいよ。ジンさんかっこいいって言われたい。痛い。かっこいいって言われたい。痛い。くそ。あ、今のボンミスだな。これ比較的楽なやつなのに。これ比較的緩いやつなのに。比較的緩めだよ、これは。痛っ。うわ、ダメだ。これで食らっちゃダメだ。あ、そうか。低速使えばいいのか。なるほど。そうか、今気づいた。そう、低速使えば楽だ。そう、低速使えば楽。いいぞ、いいぞ。いい感じだぞ。これは低速が効く。ここは低速がいい。いいでしょう。いいとのこと。痛っ。あーくそ、ほい、ふぅ、こっからだよ、こっからだよ。よし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 、よし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 、いける、これ、これいけるぞ。今回いけるぞ。見極めたぞ。お主の攻撃見極めたり。あ、痛い。やめて、やめて、そういうの、そういうのやめて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 、痛い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 の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 よ、それそれ痛いのよ、それ痛いのよ、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 痛いのよ。あ、でもいけるよな、これ気が来るの伺おう。いけるいける、やばいやばい。ああ、どうにか中心にいて。ああ、ダメだ。ああ、きつい。ああ、攻撃を当たればいいな的な感じでいこう。あー、違うな。違うんだよ。違うんだよ。ライフ減らねえな。あー、ライフ減らねえな。ここね、あんま動かない方がいいかもしれない。ここあんま動かなかったら来ないな。今気づいたぞ。ここあんま動かない方がいい。動くと逆に危ないな。やばい。ここいいぞ。ここも意外と簡単かもしれない。あんまり動かない方がいいな。あ、くそ。蛍光緑が、この野郎。蛍光緑が、この野郎。死にたくないよ、死にたくないよ。あー、体力76。よし、よし。なるべく、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 なるべくだよ。なるべく、なるべく当てながら、当てながら避けながら。あー、よし。ここ頑張れば。ここ頑張れば。俺の時代が来る。ここ頑張れば俺の時代が来るんだ。頼む頼む、世界のあの鍋厚様。なんで鍋厚なんだ。こっからだよな、こっからだよな、こっからだよな、こっからだよな。あと体力何も残ってるんだ。1か0か、0なのか。今体力何も残ってるんだ。あー、見えなかった。ああ。いける。見ちゃダメだな。よし。最後まで体力を6残す。それが一番の課題だな。ここは仕方ない。ここはもう噛んだもの。ほぼ噛んだもの。まあ、全部ほぼ噛んだけどさ。全ステージほぼ噛んなんだけど。全パターンか。敵のパターンが変わる。いや、でも楽しいな、これ。見てる方はちょっと苦痛かもしれないけど、やってる方ね、めっちゃ楽しい、これ。ちょっとずつね、自分が上手くなってるのが分かって、すごく楽しい。上達を感じれる、いい難易度だと思いますよ、これ。すごくよくできてる、この難易度は。頑張ればできるもの。頑張れば、シューティング苦手でもいけそう。と思わせてくれる、なんだろう、教え方の上手い先生みたいな、そんな感じ。例えるなら。教え方の上手い先生が教えれば分かるみたいな難しいやつね。そんな感じになってる。シューティング入門的な難易度なのかな。入門的な感じじゃないかなと僕は思うんだが、みんなどう思いますか。こいつなんか鼻から出したぞ。鼻から何かを。これどっから出てるんだろうな。鼻か、鼻から出てんのか。
鼻から出てるんじゃん。今気づいた。これ鼻から出てたのか。そんな重要なこと俺今まで気づかなかったのか。マジかよ。眉間か、眉間なのか。鼻でしょう、鼻でしょう。これは眉間だな、眉間だな。集中してるよ、集中してるよ。ほら過去最高にいいじゃないですか。過去最高に、過去最高にいい。このセリフを言った瞬間にダメージを食らう率が半端ないからね。よし、いける、これいけるぞ、これいけるぞ。みんな体力の数半端なくね、体力の残り方半端ないよね。俺の体力の残り方、これはいった、絶対いった。これいけなかったら多分あと1時間いけないと思う。そんぐらいの良さがあるこのあれには。やばいやばい、隅っこいるのやめてほしい、隅っこやめてほしい。あともうゴリ押しでいくしかないんじゃない、これ。あとゴリ押しで、わかんない。あ、死んだのか。え、え、負けた、ぐわー、え、勝った、勝った、はぁ、はぁ、やったか。己人間が、人間がグヌホホー、勝てたのか。なんかあっさりすぎてびっくりした。え、やった、私の勝ちだ。どんな問題、一人であいつ倒したで。これ自慢してもいいよね、これ自慢してもいいよね。そや、これをクリアしたあんたにええこと教えてある。何ですか。ゲームの最初、書斎に向かう前に庭のマップ左上にいる猫に3回話しかけてみ、するとパスワードの入力を促されるからニコニコと半角数字で入力するんや。ほう、覚えやすい。ちょっとしたおまけが用意されてるで。ありがとう、ありがとうありがとう。あー、はい、というわけでみんなどうでしたか、見てくれましたか。もう何回目のチャレンジかわかんないけど、とりあえずクリアできたぜ。はい、なので次パートからは、はい、ちゃんと本編を続けていきますね。本編の続きやっていきます。ごめんねごめんね、俺の意地でこんなあのシューティングパート挟んで。でもぜひね、これ本当に面白いから、このゲームダウンロードしてやってみよう。もうこの面だけでいいから、シューターの人もやってみよう。面白いよ、クリアできたらね、自慢してもいいと思う。最後まで見てくれた方ありがとう。よかったら次を見てね。次から本編だよ。ありがとうございました。お疲れ様です。